俺たちも一度戻るぜ。用があったらいつでも呼んでくれよ。うん、私も後でみんなのところに行くね。うん。今日のスープはあまり食べたことのない風味だね。なんて町だったかね。ガラスのコップを買った時に香辛料をおまけにつけてくれたんだったよね。サルドニカだよ。なんだか懐かしいな、この味。ああ、そんな名前だったかね。もう前に話したでしょ、私の大活躍と一緒に。覚えているとも。あそこのお嬢さんが直接クーケンフルーツを買い付けに来たよ。フェデリーカが？なんだか恥ずかしいな。恥ずかしいことなんてあるもんかい。お土産にするって喜んでいたよ。そっか、アルベルトさんやサベリオさん、アンナさんに持って帰ってあげるのかな。お父さん、お母さん。何かな、ライザ。どうしたんだい？急にかしこまった風になっちゃって。もうすぐ、私もこの島を出ようと思うんだ。そうかい。うっすらと覚悟はしていたよ。ようやっと巣立ちをするんだね、あの機関棒が。お母さん、私心配するんじゃないよ。大丈夫、お前のお母さんだよ。ライザの人生はライザのものだ。思うまま広い世界に羽ばたいていけばいいよ。ありがとう、お父さん。旅の中でたくさんの人と出会って、知らないことを知って、私の人生が好きになれた。お父さんとお母さんのことも、大好き。私、もっと旅を続けたい。それで、探しに行くんだ。何を探しに行くんだい？それはね、